かもしれません。どうか気をつけて。敵の反応消滅です。お疲れ様でした皆さん。あ、そういえばさっき純平くんの反応が見つかったの。多分料理帰ってると思うんだけど、なんだかちょっとだけ様子がおかしくて。理事長もいるし何もないとは思うけど、私たちも急いで戻りましょう。もう作戦は終わってしまったみたい。わかんのかよ。わかる。メディアが教えてくれるから。メディア？私の友達千鳥。それよりどうして中止命令を出さなかったの？命より作戦が大事ってこと？死ぬことって普通の人には一番の恐怖なんでしょ？違うの？いや、俺はただ命令なんかしたことねっつーか、したくてもできねえっつーか、その、俺リーダーなんかじゃねえんだ。全部嘘だったってこと？どうして？理解できないわ。なあ、一個だけ教えてほしいんだけどさ、最初から何もかも芝居だった。偶然会ったことや怪我とか絵とか、はなっから俺のこと知っててはめてた。つかそか、手の怪我、マジの傷ならすぐに消えるわけねえもんな。そか。あれは純平。もう戻ってきたの？ペルソナ使いなのか？メディア、おいで。やめろ、千鳥！なんだ、あっ、一体いつの間に？運が悪かったな。悪いがこいつは使わせない。メディア！私、今の今まで気づけなかった。私にはこの力しかないのに。山岸君でさえ何も感じなかったとなると、これはもう撹乱する能力ってことだね。僕なんかもう全然さっぱり、からっきし気づけなかったよ。聞きたいことがいろいろある。君もあのストレガとかいう連中の仲間か？私は死ぬなんて怖くない。千鳥。話を聞ける状態じゃないな。精神がひどく乱れてる。しばらく安静にさせて様子を見るしかないだろう。千鳥。もう一度聞くぞ。千鳥というのは本名か？ストレガというのはどういう組織だ？君ら三人の他にもまだいるのか？ちょ、待ってよ純平。来ていいって言われてないでしょ。千鳥。
平。あの、すいません。この場所をしつこく聞くもんだから。気分どうだ？もう落ち着いたんだろう？ああ、落ち着いたものさ。どんな検査の質問も全て無言の拒絶だ。そのスケッチブックも取り上げるべきか。いいじゃないっすか、そんくらい。こんなもん取り上げたって何もなんないっすよ。どうかな。召喚器を取り上げた時はだいぶ動揺していたみたいだな。ペルソナの召喚器、君はあれをどこで手に入れた？むやみにそのことに触れるなと言ったろう。じゃあどうすればいい？次からは誰かに代わってもらうか。立てば、看護師を呼んできてくれ。今日はもうここまでだ。いくつきさんには俺から報告をしておく。なんで取り上げるのよ。なんでほら、ジュンペ行くよ。一体どうしちまったんだよ。どうだ、山岸。何かを感じるか？黙っていて困るのは君だぞ。恨んで拘束してるわけじゃない。無意味な戦いを避けたいだけなんだ。千鳥は？またか。どういうつもりだ、純平。彼女、何か言いました？俺に話させてください。イオリ、君はどうもこの件では冷静でいられないようだな。どうかしたのか？それは正直わかんねえっす。襲われたのもわかってるけど、なんかほっとけないっす。お願いします。純平くん。元気だったか？スケッチブック取られなくてよかった。絵を描くのだけはやっぱ本当に好きなんだな。関係ない。喋った。こんな絵私以外には理解できないし。おい千鳥。これ、なんで違う？自分でやっちまうんだ。クソ、危なそうなものは取り上げたつもりだった。理由はわからないが、放っておくとすぐそうするんだ。もっとも信じられない中速度のせいで、すぐに治ってしまうようだから。話して。じゃあ、あん時の手の傷も君が自分でやったのか？言っとくけど、心配してくれなんて言ってないから。あんたの勝手な早合点でしょ。やめろって。やっちゃダメだ。心配とかして言ってんじゃない。やってほしくないんだ、千鳥に。そんなことさ、すぐに医師が来る。君らはもう戻れ。純平くん。喋れるじゃないか。
よっ、チドリン。やめてよ、それ。そう、とんがんなって。ほらこれ、スケッチブック。そろそろ使い切んじゃないかと思ってさ。そんなこと、順平に頼んだ覚えない。やっとまた順平って言ったな。もう呼んでくれないかと思ったぜ。どうだ、なんとか話し始めた。ただ今のところ取り調べにはなってないがな。それだけでも前進だろ。俺たちには口も聞かなかったんだ。ところでお前、なんで来た？千鳥、どうした？今のはペルソナ？心配ねえ。ペルソナが暴れただけだ。こいつらは俺らとは違う。ペルソナを飼いならせねえんだ。だから制御剤がいる。自分のペルソナに寝首をかかれないためにな。制御剤？お前、ストレガのことを知ってるのか？レールを外れて初めて見えたもんもあるさ。俺の持ってる薬を医者に渡しておく。あとは任せる。待て、シンジ。おい、私、純平。よかった。マジ死んじゃうかと思ったぜ。何それ、なんでそんな顔してるの？死ぬなんて怖くないのに。怖くないって、おい。死なんて明日目が覚めないってだけ。ただそれだけじゃないの。何言ってんだよ。つか、マジで言ってるそれ。俺は嫌だよ。千鳥が死ぬなんて俺は嫌だ。純平、怖くなきゃいいとかそんなことじゃねえだろ。千鳥が死んだら俺嫌なんだよ。純平って変。たく、変はどっちだよ。おい待て、シンジ。どういうことだ、説明しろ。あんな薬、なぜお前が持ってる？聞いたことだけはある。ペルソナの制御がうまくいかない場合、無理やり抑え込む薬があるとな。だがあれの副作用は。お前も使ってるのか？どうなんだ！てめえに話す義理じゃねえ。貴様はいつもそうだ。そうやって。てめえの言い分なんぞ分かってんだよ。力があんのに使おうとしねえ。そういう半端なのが気に食わねえんだろ。聞き飽きたぜ、この正論バカが。全然分かってねえ。お前は知ってるはずだな。10年前、孤児院が火事で焼け落ちた時、俺は妹を救えなかった。あの時の俺には飛び込むどころか、止める大人の腕を振り切る力さえなかった。だから俺は力にこだわってきた。お前だって同じだったはずだ。
俺たちだけでも生きていけるように一緒に強くなろうって。なのになぜだ、なぜ俺に黙って薬なんかで力を抑えた。これは戦いに戻ったんだ。もうペルソナを抑え込む必要もねえ。文句ねえだろうが。くそ、副作用はもう出てるのか。今の俺にはやるべきことがある。こいつはけじめだ。俺にしか務まらねえ。やるべきこと。いいか、いつまでも俺につきまとってんじゃねえ。てめえはてめえで信じた道を行きやがれ。いいな。今日は先輩たちは来ないぜ。けど召喚器とかはやっぱり返せねえってさ。別に期待はしてないけど、だからここで監視してるんだろうし。ああ、この前の怪我大丈夫か？手相がすぐ治っちゃうんだったな。そういや千鳥、今日は絵とか描いてねえの？別にいいでしょ。ああ、そりゃもちろんいいけどさ。あれ、しおれちまってんな。外まだ暑いしな。はい、いいって、俺変えてくっから。すっげ、何今の。私のを少し分けただけ。治癒の力ってこんなことまでできんだ。すっげ、マジックみてえ。なんか千鳥ってすごいよね。別にすごくないよ。純平だって力があるんでしょ。これだってその一つよ。まあそうなんだけどさ、俺の場合それ以外が何にもないっつうかさ。俺この力を取ったら正直何もないんだ。正義のためなんて口ばっかでさ。俺ほら半端っていうかさ、何のために戦ってんのか、つか何のために生きてんだろうな。何のために生きる、何のために。ガキの頃はさ、バカみたいな夢とかあったけどな。夢？メジャーリーガー、アホだろ。ま、ガキん時なんてそんなもんだろ。わかんないな。私は小さい頃のことあまり覚えてない。覚えてるのは白い部屋、ずっと真っ白。酔いは嫌い。そっか、ごめんな。でもここにいれば純平が来る。だから今はここでいい。千鳥。そっか。なら全然来るよ、俺。なあ、久しぶり。君と会ってからもう3つ目の季節だ。時間が流れるのは早いね。いろんなものが変わっていく。でも世界には決して変えられない決まりみたいなものもあるんだろうね。君はどう思う？そっか、君がそう言うならやっぱりそうなんだろうね。今まで君に話してたこと、いろんなものが見え始めたんだ。あの塔だよ。最近そのことばかり考えてる。僕らの関係は変わらないものかな、それとも変わってしまうのかな。でも
これから先に何が待っていようと、君と僕は友達だよ。絶対にね。振られちまったみてえだな。台風上陸したってさっきニュースで言ってたよ。例年にないくらい大型で、しかも速度が遅いから居座りそうだって。おかげで学祭中止だもんな。まああれ結構めんどいことも多いし、それはそれでいいけどさ。でも結局台風が来りだ、外で遊びづらいよな。でお前はこの連休どうすんの？そっか、案外お前そういうの硬いよな。風花はどうすんの？え、私は予定って言ったら映画くらいかな。お、映画？それってもしかして約束してるの。映画の話結構するから。でもこの台風だしまだ分かんないけどね。ユーカリッチはやっぱ部活？どうだろう、弓道場ってもろ外だから連絡来るまでひとまず部活は無理かも。俺もだ。まったく台風でメニューが狂いそうだ。霧城先輩はどうするんですか？さあな。ところでより、君こそなぜそんなに人の予定ばかり聞くんだ？え、俺っすか？俺の予定聞きたいっすか？千鳥さんのところへ行くと見ました。精神的にはもう安定したということですが、解放するわけにはいかないであります。もう愛ちゃんたら鋭いな。いやぶっちゃけそうなんす。千鳥これに来てほしいって言ってるんすよ。やっべ、行っちゃった。恥ずかしい。あ、嵐の中でも何でもとりあえず言っといた方がいいかなぁ、なんて。どうしたんだ？なんで純平は喜んでる？え、なんでって言われても。そういえば天田くんはこの連休はどうするの？僕は別に、これといって用事もないですね。んだよ、寂しい小学生だな。あ、でもすぐそこの神社には行くと思いますけど。神社ってお前、どんなじじい趣味だよ。いつもあそこでお参りしてるんです。願掛けって言うんですかね。部屋に戻ります。宿題結構出ちゃったし。おう、分かんないとこあったら聞けよな。こうして夢の中でお呼び立てするのも随分と久しいですな。
さて、私がお手伝いを始めてより幾ばくか季節も移ろいました。特別なペルソナ能力使いこなしていらっしゃいますか？ほう、意識などせずとも使いこなせているということですかな。実は遥か行く手に大きな災いの迫るのを感じます。ですがあなたというお客人はたやすく失ってしまうには惜しい。ついては新たなお力添えをさせていただきましょう。ペルソナの新たなる合体、四神以上の合体です。あなたならば必ずや生かすことができるでしょう。今はいささかお疲れのご様子、ゆっくりお休みになるがよろしいでしょう。では再び見える時までごきげんよう。